パン屋さんやっと分かったのが、まあ、考えるのは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、全国津々浦々は大体 4G つながるじゃないですか、今。で、4G つながってスマホ持ってて、大体みんな SNS やってるから、SNS やると当たり前ですけど、お客さん来るんですよね。やらないより絶対来ますね。で、クラファンも必ずやるんですよ。だそのローカル店舗のクラファン、目標額50万円で、なんか、パンをたくさん買えるかとか、なんか出すんですよ。絶対やった方がいいですよね。そう。そうすると、店長以下、ローカルのその店舗も頑張るじゃないですか。事前告知を。研修して、研修店舗で研修しながら、その事前告知を頑張って、じゃあ頑張って開店までフォロワー1000人にし、みたいな。やると、その1000人ってほとんど9割方地元なんですよ。当たり前っちゃ当たり前なんだけど、いや、インスタとかやっても全然違う地域の人に登録されても意味ないなって思ったら、意外とそうじゃなくて、全員地元の関係者だったっていう。意外と地方の方も SNS 全然やってますしね。今だから、いや、なんかその5年とか10年前の感覚だとやってないイメージあるじゃないですか。で、今みんなやってるんですよ。だから、まあ当たり前ですけど、インスタとかをたくさんアップしてるところが強いんですよね。そう思います。売り上げも上がるんですよ。で、いや、なんか、で、開店したら、いや、じゃあカレーパン先着300個までプレゼントってやると、普通に行列できて。だから、ホットペッパーとか、一切使ってないですよ。ホットペッパー、今どうなんですかね。い僕、や、美容はすごいですよ、ホットペッパー。そうですよね。で、食べ物の方は、食べログの方が。そうですね。そう思います。食べログに何万円も払ってるんですよね。20万払ってるんですよ、食べるのも嫌月なんに。ですけどね。でも必要ですよね。だから、そう考えると、これからアプリの時代だなと思って、その独自アプリも作ったんですよ。だから、やっぱアプリを入れてると、アプリってプッシュ通知できるでしょ。だから、アプリと SNS の組み合わせで、ホットペッパーいらず。っていうことなんですよ。要はそういうことなんですよ。っていうのよくわかりました。地方でもそれで勝てるんだな。結構その地方でもアプリ入れて